人、物、金をテキサスへのループです。今日、今年の流行語大賞が発表されました。現代用語の基礎知識が選んだものですけども、やっぱりですね、三密が、年間大賞に選ばれました。密閉、密集、密接、まあ、これを避けてですね、新型コロナの感染症対策にしましょうということですけども、今回は、この三密を行っている、テキサスの会社の話をします。世界的なですね、ソフトウェア会社、ZOHO なんですけどもね、テキサス州のオースティン郊外に360エーカー、約 1.5 平方キロメートルの土地を購入して、まあ、現地の従業員のための、まあ、新たな本部を建設するということで、用地を買ったんですけども、まあ、この新型コロナウイルス、まあ、パンデミックの影響を受けてですね、まあ、従業員が普通こうオフィスに来なくて、まあ、リモートで働くようになったんですけども、そんな中、ZOHOの従業員たちは、そこの用地でですね、メロンとか、まあ、ピーマンとかですね、まあ、そういったものを作って、まあ、果物なんかも育てて、農業を始めました。まあ、農業しながらこう仕事をするんですけども、まあ、密な状態は避けられますよね。あと、まあ、テック企業でよくある、まあ、従来型の特典で、例えばですね、まあ、オフィスの中の軽食コーナーがあるんですけども、まあ、これもですね、木から直接新鮮な果物を取って食べると、まあ、そういったことをやってる会社の話をさせていただきます。